今日はそこに泊まって、行きたいと思いますんで、まあそんな感じで行ってみよう。これあれかな、もうずっとアスファルトなんかな、これ。今日あと残り2時間ぐらい。キャンプ場着きましたよ。はい。ああ疲れた。いいなあ、もう雲綺麗やな、ほんま。ああいいなあ。はい、これね、奈良の郡山の、はい、Kコーヒーさんから買いました。チャッポンコーヒーっていうんですね。なんかこれカップにお湯入れてチャッポンチャッポンするだけでコーヒーできるみたいなので、ちょっと飲んでみましょうか。こういうことか。朝からブラックはさえ渡んな、ほんま。はい、ね、次また再開しましょうか。まずはね、今何時だ、9時ぐらいですかね。はい、まずは泉葛城山登りましょうか。はい、ちょっとね、しかしね、全然気分がちゃいますね。よう寝たからね。ああ、いや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 、昨日なんかもううちは舗装するとこ、舗装道路でね、そんなアップダウンもなくてずっと退屈やったんでね、いつもねセカンドチャンネル撮ってるんですけども、いかんせんね頭が回らなくてね、セカンドチャンネル撮れなかったんですよね。はい、んでね、ちょっと今日はまた最近ちょっとあれ、毎日頑張って配信してるんで、そのねセカンドチャンネルいっぱい撮りたいと思います。あ、まず竜王神社、これ分かりにくいけどこれ書いてますね、竜王神社。そこ行きましょうか。よいしょ。これあれ、山頂はどこなんでしょうね。山頂らしい山頂が見つからないですよね。ああ、なんかこの辺でなんか小学校幼稚園 PTA、登山記念みたいな感じでこう書いてるんで、ここっぽいのかな、ちょっともうわからないんで、泉葛城山はどっかわからないですよね。どうやん、この辺なんかな。まあいいわ、ちょっと展望台あるみたいなんで、こっちの方ちょっと行ってみましょうか。おう、なんかあれやな、昨日と比べて全然全然元気やな、ほんま。人めっちゃしんどかったから、ほとんど寝ずに登山しんどいっすね、ほんま。いや、無駄にコーヒー飲んだがね、夕方にあれが効きましたよね。あー、お、展望台見えましたね。はい、ちょっと登りましょうか。なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ、さっきのあれ、落書きすげえな、これ。なにこれ、スラム街やないか、こんなもん。すごいな、昔のニューヨークの地下鉄みたいになってるな、これ。なんかガーマン多いしな、また。すげえ。ガーマンはしゃあないですけど、これは自然におるとこやから。ガー多いな、ほんま。何よ、これ。怖いな、これすげえ。全部好きあらば書いとんな、これ何やねん、これ全部やんけ全部書いてるやんけ、全部書いてるやんけ、これ何やねん、これ。こんなとこまで来てこんなん書けるくんのやな。もうこれすごいな、これすごいな、言うとあかんけど。スプレーで書いてんのか、めちゃくちゃやな、これ。全部書いとるやんけ全部書いとるからのめっちゃええ景色やんけすごいな、これ。全部やん、
さっきから全部やんばっかり言うけど全部やん。何やねんこれ。ベンチもやな。はあ。うわあ、これは汚いな、これは。褒められたものじゃありませんね、これ。すごいな。治安が悪いな、ほんま。ほんで。すげえな、ほんま。いや、でも、景色はかなり綺麗ですよ、ここ。ねえ。ねえ、これね、すごい大阪湾ですね。あそこに、あ、関空も見えますね。関空と関空の連絡橋も見えますし、ね、こう、すごい、大阪の南の街並みが見えて、この南の山に続きまして、そこから奈良のね、この間行った、山々の深いところまで見えて、はい。もうめっちゃいい景色やん、すごい。ねえ、今ここはね、いろいろ関西の低山行ってるんですけども、僕も、トップ10に入るぐらいの景色ですよね。はい。ただまあこれがあるから残念なんですけどもね。うん。何やねんこれ。ほんでこれ何やねんこれ。もうヒステリックグラマーのシール貼るなよこんなとこに。ほんまに。どういう思いで貼っとんねんこれ。すげえな。よいしょ。犬鳴山バス停 6.9 キロ。はい、ね、まだこんな感じで歩いてます。はい、結構まだ昨日みたいな道路になってきましたね。これ昨日みたいに延々アスファルトの道路。まあまあまあ今回さ、今日は3時間ぐらい歩くんでまあもういいですか。あ、売店みたいなのありますね。スカイラインみたいな。ああ、さっきから自転車乗ってる人多いですよね。ここ。すごい走りやすいところなんで、あ、なんか、あ、お茶屋さんもあるやん。あ、ええ感じっすね。ちょっと休みましょうか、ここで。あ、全然疲れてへんけど。あ、ここもええ景色やな、すごい。はい、自販機でコーラでも飲みましょうかね。登山の時はコーラに限りますね。うまいな。今日暑いっすからね、これ。24、5度ぐらいあるんちゃうかな。多分、この、暑いのに強い僕がちょっと暑いなって言ってことは、普通の人だったらだいぶ暑いっすよね。あ、途中で分岐入りましたね。ここから今日の山道か。え、こっちもあんぞ。どっちやろ。あ、ちゃいますね。こっちっすね。こっちまっすぐ歩きましょうか。お、すっげえ下山続きますね。ちょうど、段差も少なく、ね、リズムよく行ける感じです。しまったな。セカンドチャンネルをこうずっと喋りすぎたら、なんか今日何本ぐらい撮ったん？ 5 本か6本ぐらい撮ったんですかね。はい。まあね、なんか全然違う道来てる感じしてね。はい。ちょっと、病気を見とかなダメですね、セカンドチャンネルやってるとき。はい。そのまま行きましょうか。あ、ここですね。はい。近畿自然歩道って書いてるわ。こういうね、なんか急にずっと長い林道あったら、急にね、こういうところの抜け道って結構見逃しがちですよね。まあ、今セカンドチャンネル撮りながら喋ってる僕も悪いんですけども、はい、ちょっと行きましょうか。よいしょ、よいしょ。なんかあれですね、最初から山道行って林道行って山道行って林道ばっかりですね。すごいコンボやな。あ、バス停まで 3.6 キロ。あ、もうだいぶ来ましたね。さっき 6.9 キロかなんかなんですけど、だいぶ近づきましたね。そりゃそうやな、結構こういう風な感じでね、なだらかな道があるんで、距離は稼げますよね。ああ、もう林道の下りですね。はい。
やっぱりこれいいのって膝と僕の今足の指ちょっと痛めてるんですけども、そこにねちょっとくるんで、ちょっとあんま好きじゃないんですよね。ただでもまあこういうふわふわした道ね、ありがたいですよね。はい、もうここほんま林道ってねすごい体壊しますよね、林道の急坂って。それでねちょっとここでこれやったらあんま土と歩いてんのと変わらないんで、感覚的にすごい助かります。はい、こういうとこ歩いてますね。どうもね、はい、このままなんかずっとこんな林道続きそうな感じがしますね。はい、まあ、あと何もかな、1時間ぐらいかな。で、犬鳴温泉着きますんで、温泉入ってね、で残念ながらビールは飲めないですけども、しっかりとリフレッシュできたらと思います。はい、急に犬鳴のトンネルじゃない、何やろ、トンネルかな、めっちゃ怖いな、ここなんか、なんかあれですね、ゲームの怖いゲームに出てきそうなトンネルですね。すげえな、また隙あらば落書きしようなこれ。何やねんこれ、このアイアイガス懐かしいっすね、ほんまね懐かしいな、うん、すごいなほんま、どんな気持ちで書いてんやんこれ。最近こういうのってあれですかね、こういうのってあれですかね、昭和で見るやつですかね。あの昭和っていうか令和2年って書いてるやんか、ほんまに令和2年って書いてるから、ほんま昭和いきなり否定されたな、ほんまなんかもうあれやな、すごいな、誰童貞とか書いてるんだけど、こんなとこ便所の落書きとかトンネルの落書きやな、ほんますごいな、ほんまレベルが、民度が低いな、ほんまこれすげえな、なかなか登山してる時に見れない光景ですよねこれね。うわ、もうでも俺あれやな、なんか俺の中学の時もこんな感じで、なんかあれやな、窓ガラスとかチンチンの落書きとかしてたな、みんなね、なんか卒業したと同時にそこが、それからなんかね、その3年の校舎ですね、僕のおったのが妹の1年の校舎になってね、もうえげつないぐらい綺麗だったっていう話ですね。そりゃそうやろ、ほんまにな、そりゃそうやろ、1年入ってきてチンチンの落書きしてる校舎嫌やろ、ほんまにねえ、らしいっすわ。なかなか見られへんなこれ、すごい、なんかでも涼しくて気持ちいいな、涼しくて気持ちいいけど目が気持ちよくねえな、うん、なんかあれやな、その怖い雰囲気のトンネルが急になんかバカバカしくなりましたね。最初すげえ怖かったんですけど、うん、まあ、もうちょっとトンネル終わりますね。はい、よいしょ、はい、ね、この汚い落書きからね、はい、急に美しい自然に戻ります。はい、なんやねんほんまに、情緒が揺さぶられますね。はい、まあまあすぐ行きましょう、何やかんやで着きますんで。ちょっと道軽く間違えたみたいですね。はい、10分プラスやな、前は。あ、こっちからでも書いてるみたいですね。どこで間違えてんやろ、まあいいや、そのまま行きましょうか。あ、ここを下るってことですね。で下って行者の滝、危うくまっすぐ行きそうなとこですね。よし、ここをちょっとこう行きましょうか。七宝龍寺テンプル、はい、で行者の滝、ちょっと滝好きなんでちょっと寄り道して滝でも見ましょうか。行者の滝、行者ってどこでもありますよね、山で修行してる人が行くとこなんでしょうね。行者の滝この奥136メートル、ちょっと行く気なくなりますね。せっかくやから行きましょうか。これか、すごいな、これあれか、鎖やるってことは登るってことか、これ登るのしんどいやろこれ、すごいな、すごい修行やで。
はい、今からだいたい40分ぐらいですかね。はい、のんびり歩いていきましょうか。最後帰り際はすごいいいトレッキングコースみたいな感じですね。はい、いやいや川沿いを歩いてね、最後まであんな林道かと思ってたら、なんかここ今回の登山はいろんなバリエーションがありますね、ほんま。ああ、メリハリがきついわ、ほんま。まあ、楽しめるか楽しまれんかわからないですけど。はい。よいしょ。すごいな、こうレストランがありますね。ニューナキポークやったね、営業中やな。あ、美味しそう。酒類やってないんだよね。いや、ここで食いたいな、飲みたいな、ニューナキポーク食べたいな。いい感じのレストランですね。うわうわ、ここでうわ、ニューナキポークとビール飲みたいな、ほんま。ビール飲めないんでね、そう、残念やな。とりあえず風呂入ろうか。風呂入って犬焼きポークとご飯食べようか。普通にランチしましょう。いい感じのランチしましょう、普通に。はい。そうなんですよ、犬焼き豚ってね、結構大阪のね、結構イタリアンとかなんかね、ちょっと高いあのレストランとかでね、結構扱われてる食材、ブランド豚ですよね。はい。そうなんですよ、犬焼き豚食べたいな。もうなんかいろいろと温泉街つきましたね。はい。いやー、温泉となんかあるみたいな、いろいろ。何食べよう。ああ、どこのお風呂入ろう。もうちょっと先にもあるみたいなんで、ちょっと寄っていきましょうか。あ、ここ閉まってんな。あ、臨時休館。へえ。14時50分、バスありそうっすね。ちょうどあと1時間、40分か50分ぐらいかな。今1時やから。ああ。今も2時や。14時50分。あ、そう、1時間50分。ちょうどいいっすね。はい。じゃあ早速、お風呂入って犬鳴き豚食べましょうか。はい。ちょうどね、なんか良さそうな、不動館っていうところがあったんで。これ何やろ。犬鳴きポーク、味噌御膳。いろいろあんな。あ、これにしましょうか。で、ほんで、お風呂入ったら、500円、800円が500円になるみたいなんで、これも入りましょうか。よし、行こう。こんな感じで犬焼き豚の定食でございます。こんな、はい、大自然に囲まれながら、食べたいと思います。はい、温泉行ってご飯食べてきました。はい。いやー、お風呂がですね、良かったですね。大体ね、なんかあのお風呂ってあるじゃないですか、一つの判断基準として、こうリンスインシャンプーか、シャンプーとリンスちゃんと分かれてるかみたいなところがあるんですけども、ここはね、ちゃんとね、分かれてて、なんかこだわりのシャンプーとリンスっぽかったですね。で、さらにですね、洗顔用とハンドソープ用のね、こう石鹸がありまして、なかなか高級感がある感じでした。ほんでですね、飯の方ですね、犬焼きポーク味噌御膳ね、あ、なんかね、味噌のお鍋がありまして、それに豚を入れてしゃぶしゃぶして食べるっていうタイプだったんですけども、いや、もう豚がね、すごいきめ細かくて美味しかったのと、何よりね、その味噌のスープですね、それがね、非常にあっさりして癖になるスープでして、かなり美味しく食べれましたね。最後の食後のバナナムースですね、あれもね、もうめちゃくちゃ美味しかったですね。すごい、なんか結構良かったんじゃないですか、このお風呂ね。はい、まあ、そんな感じでちょっと泉佐野駅のバスが来ていますんで、乗りたいと思います。はい、はい、日根野駅着きました。 JR 日根野駅ですね。
はい、まだそっから今回泉佐野駅に行くとバスもあるみたいなんですけども、そのまま乗ったら泉佐野駅に行くみたいですね。今回はですね、何だろう、4時間と3時間ぐらいかな、コースタイムだけで言ったら、わりかしね、アップダウンもそこまで多くなくて、緩やかな山でしたね。ただね、まあ道がね、なんかちょっと林道が多かったんで、その辺がちょっとあんまり山楽しくないなって部分もありましたけども、まあまあまあね、最後温泉目指してね、登山旅行みたいな感じで結構ね、楽しかったです。はい、まあそんな感じでまたいろいろ山行きたいと思うんで見ていただけたらと思います。まあそんな感じで、ほな、さいなら。